地民最新不動産情報イエス。どうもベトナム住みます芸人 WC しんすけです。やってきましたよ、しんすけが不動産を紹介するコーナーが。ベトナムホーチミンでですね、今たくさんのコンドミニアムができております。そして今回紹介していただくのはエルアセットの杉本さんです。どうぞ。こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日もじゃあ僕が借りたら、はい、僕が今日も借りる前提です。借りる前提です。僕が家賃を当てたらタダで借りれるということで、はい、OK ですか。そうですね。いらっしゃい。今回こそはコメントで来てますからね、はい、本当はさっさと当ててくださいって、はい、来てますよ、はい、今回紹介していただくのはどこでしょうか。3区の日本の領事館の隣にあります、はい、セレニティスカイビア。セレニティスカイビラ、はい、セレニティとはですね、静けさという意味です。あ、そうですか。このやっぱりこの3区にありながら、土中心地にありながら静かな感じを味わえる、まさに素敵な場所ということで、そういうことですね、ですか、はい、で、この周辺ってどんなものがある感じですかね。まず物件の敷地内にはですね、京渡美さんが入っております。書いてあるし、ありますね。そして他に何かありますか、この周辺って、はいはい、あとは、はい、すき家さんだったりとか、牛角さんが、なるほど、歩いて行ける距離内に、はい、そういった飲食店もあると、はい、で、レタントンからもタクシーで5分ぐらいですよね、もう。ですね、タクシーだと10分から15分ぐらいありますね。そんなのあるんだ、はい、今僕乗ってた感じだと5分ぐらいの感じでしたけどいや、それはないよそれはない、ない、ない、10分以上は乗ってた。すごい早く感じた、はい、感じたような気持ちです、はい、本当だから、もう土中心地ですよね。そうですね。で、さらにこの場所、はい、何が僕一番いいって、はい、領事館の隣、領事館の隣ってことは、なんか困ったことがあったらすぐ駆け込めるってことですね。そうですね。ああ、家に醤油がない。駆け込めるってことですね。醤油は置いてるかわかんないですけどね。醤油置いてないですか。わたびさんで、もらえたほうが。確かに、わたびあるよ。わたびあるよ。わたびで借りてるやん。かかってるかわかんないです。じゃあ、早速見ていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ご案内よろしくお願いします。あ、忘れてました。レッツラゴーここですか。はい、えもう部屋じゃないですか。そうですそのワンフロアに一部屋しかないんですか。はい、エレベーターから直通で、はい、はい、出たら入る。そうですね。何それ。エレベーターがいくつかありまして、はい、まあ、フロア内にいくつかお部屋はあるんですけど、はい、エレベーターからは各お部屋直通で。マジですごいっすね、それ、はい、僕初めて見ました、このスタイルこれ世界で一つだけですよね、これ。そうですね、ベトナムでは一つかもしれないです。すげえすげえ。で、だからもうここに玄関に、玄関か、だから玄関の外の感覚ですけどね、僕の感覚は、はい、靴箱がもう、はい、まあ、ほぼもう占有部分ですね、ここは。はあ、すげえ。広さはどれぐらいですか。約70平米ですね。広い。ワンベッドルームの形ですもんね、はい、そうですね。はあ、あれ何階でしたっけ。4階です、ね、4階、はい、個数的にはどれぐらいあるんですか。50個ほどお部屋が入ってますね。あ、今まで見たこうタワーマンション系とはちょっと違いますね。そうですね、ちょっとコンパクトな建物にはなってるんですけど、ただ一部屋一部屋のグレードっていうのは非常に高い。なるほど、少数精鋭派の、少数精鋭ですね、やるパターンですね、はい、一個一個のクオリティ上げて個数少なくして価値上げるみたいな、はい、そうですね。うまい商売しますね、ほんとそうですね。ここはリビングですよね、はい、リビング、うわー、もうこの家具一つ一つがマジで高そうですねレザーで、はい、この僕が好きなあのウッド調ね、はい、いつも言ってるこの木のスタイル、はい、で、ここに本なんか並べて、はいはい、本読みながらご飯食べて、はい、最高じゃないですか。この電球見てください、はい、
エジソンかこの部屋ぐらいですよ、この電球使うの。いや、そんなことないぐらいじゃないですか、もう。そうですね、もうおしゃれさをやっぱ突き詰めてすごいことになってますよ。はい、ここ綺麗だもん、光が。で、上にはね、ガンツの出てくるやつですねそういうモチーフにした。はい、すいません、ちょっと残念なお知らせあります。はい、ソファーがない。そうですね、これは測れないっすよ、広さ。じゃあこのソファーで測っておきますか。やっぱ測っていきましょうか。じゃあ座って、あー広い。2人でも、そう、2人でも座る。いや、2人では座らない方がいいです、それは。2人でも座りますね、ほら。ほら、これ、はい、なんていうの、こう、すごいぴったりでしょ。そうですね。ぴったし、はい、きれいに入ってると思うんですよね。足、あの、組んでみようか。うん、きれいに。いや、ちょっとよくわからんな、これ。組み替えもだから気にならずできる。はい、組み替えてみましょう。いや、当たってるよ。来ました、キッチンに来たら、これ見てください、はい、ワインセラー、はい、未だかつてありました。おそらく初めてだろう。初めてワインセラーがあるワンベッドルームのお部屋で、出た、ここで、はい、ワインを飲むんですね。そうですね、作っていきましょう。じゃあシュク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 、お客さん何飲みます？レッドワイン。レッドワインですね。レッドワイン。もう、シャカ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 は、じゃあ置きます。シャカシャカは置きます。慣れたんですけど、どうですか、カメラに向かって一言。渋いっす。うまいんですか、それは。うまいという表現でいいですか。はい、杉本さん、そんなうまいか、なんかはっきり言ってください、それは。おいしい、おいしい。はい、いや、ワイン飲むときは、こういろんな、なんか叙情的な表現しないといけないんですよ。そういう、なんか大地とか感じないと。大地とか感じてください。小学生っぽい表現ではダメだと言います。ちょっともう一回、じゃあ、やらせてください。シャク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 。杉本さん、何食べますか。レッドワイン。レッドワインですか。僕、あえてこれやったのに。レッドワインですか。わかりました。どうぞ。まあ、飲んでないです。あ、でも、か、匂いでね、匂い。大地に恵みを生かされたブドウの味がしますね。いや、もうやっぱしょうがないですね。一本。いやいや、取れん取れん。広いですよ、もう安定の広さ。ワンベッドルームの方だったらね、この広さあれば十分。ね、で、え、これオーブンですか。あ、え、こっちはオーブンかな。こちらがですね、こっちがレンジですね。こっちが電子レンジ。こっち電子レンジで、こっちがオーブントースター。だからグリルもできると。こんな2個ついたの僕初めてですわ。レンジはね、言ったらこの埋め込み方じゃなくて、ただ置いてある。先生周り見えてないな。レンジは置いてあるスタイルは見ましたけど、埋め込みは初めて見ました。はい、初ですね。ベトナム、いや世界初ですね。世界初ですね。いやいや、世界初。ある世界は広いよ。すごいな。うわ、ちょっと杉本さん、はい、でも僕ダメなとこ発見しました。はい、冷蔵庫ないじゃないですか。はい、こんな NRZ さん冷蔵庫準備してないの。ちょっとこのクオリティに冷蔵庫ないって、はい、カッチンですよ僕。そうですね、ちょっとご用意が不足しておりました。はい、絶対 NRZ にお願いせんの。俺そうすると、じゃあこの収納を代わりに失礼しますね。こちらです。ちょっとこれ冷蔵庫、はい、何これ。収納じゃないんですかこれ。何この冷蔵庫、こんな、これは世界初でしょ。この騙しスタイル、騙すスタイル、はい、
多分騙されたのは世界初。世界初でしょ。絶対騙されてる。初めてよ。絶対騙されてる。これすごいな。こっちは、はい、なんすか。洗濯機が、あ、洗濯機置き場で乾燥機付きの洗濯機ですね。乾燥機付き、はい、じゃあもう別に外干せなくていいですもんね。そうですね。さあ次、お、来た。これ、はい、タッチパネルで全部この部屋を動かせるってやつですよね。そうですね。おっ、あ、ほんとだ。すげえ、すげえ。さあ、そして次はトイレですね。あ、広い、広いトイレ、すごい。きた、浴槽、バスタブ、はい、来ましたね。日本人には嬉しいですねこれは、まずこのね、作りもやっぱ出た、はい、大理石、はい、大理石ですね。大理石、大理石、ぽいぽいですね。ぽいだけです。大理石でしょこれは。大理石ではないと思うんですが、めっちゃくちゃですよ。まあもうほぼ大理石。ほぼ大理石。嘘をついてる。すみません。はい。僕らが測るときに来ました。はい。ここはできる。ここはできますね。ほら。ほら。めちゃめちゃ広い。これ。ほら。広くない？ちょっとじゃあ僕寝そべってみます。ひろ、はい、さん実際にちょっと、はい、はい、2人でお風呂に入ってるみたいな感覚で、はい、ベッドに入、あのお風呂に入りましょう。ちょっと、はい、お願いします。入ってきてください。2人でだからお風呂に入るスタイル、カップルってこと。はい、ほら、何ほら、十分でしょ、ひろさんほらほら、広さ十分かとか全然伝わってこないこれはね、まあ、これはいいでしょ。これ足十分伸ばせますよ、はい、なんだったらこれ伸ばしすぎ、無理して伸ばしてるもん今。これぐらいないでしょ、だって普通は、うんうんうん、ね、これぐらいだったら余裕。これはすごい、いいわ、めっちゃ住みたいベッドルーム行きましょう。じゃあさあこちら、もうめちゃくちゃ新築の匂い。そうですね。あ、ちなみにこれ何年にこうできたんですか、このの。2019年ですね。あ、じゃあもう今年。さっきとはこのウッド調とはちょっと変わったなんか色合いになりましたね。はい、こう、これが収納ですかね。うわー、これ奥行きもあって、さらにここ見て、アクセサリー置き場、こういうね、ちょっとやっぱり普通とは違うものを見せてくれますね。はい、あ、こっちはこの縦になってみたいですね。プールやってきましたね。はい、やっぱこのセレニティ感僕感じてますよ、はい、すごいこう高級感漂う、はい、プール、はい、眺めも最高じゃないですか。そうですね。向こうは四駆側ですか。そうですね。眺められてこれはいい気持ちでプール味わえる、はい、他に何かあります、共用施設。はい、ジムとですね、はい、ジムの中にサウナがございますので。あ、サウナもあるんですか。はい、普通にだってね、外でそのマッサージとかサウナ行くんだったらお金かかるのに、ここだったらもう入るだけで行けるっていう、はい、お得やないかい家賃を当てたらタダで借りれるのコーナーいや、もう当てる準備はマジにできます。はい、プールあって、ジムあって、サウナあって、で、部屋の広さが70平米ぐらいです。そうですね、70平米で、まあワンベッドルームタイプで、高級家具で、ベランダ付きで、乾燥機がある部屋がついてて、で、浴槽までついてて、はい、で、さらに中心地にめちゃくちゃ近い3区、はい、これは高いやろ、これは高いでしょ。いきますじゃん、せーの、2500ドル。2500ドル。2100ドル。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今ドキドキしてる、ドキドキしてる、僕もドキドキしてる。あ、じゃあちょっと変える、変えていいですか、変えていいですか。ダメです。え、変え、ダメ、ダメです。一回だけ、一回だけ、一回だけ、わかりました。一回で変えていいですか。2400。2400ドル。2100ドル。はい、正解は1800ドルです。ええー、
マジで？そっかー、じゃあまあそうですね、皆さん1800ドルでこういった物件を借りたいという方はぜひヘナセスさんに問い合わせてみてください、はい、あのこの動画を見てるっていう方に別に何かありませんか、ハリドスさんから、こちらの動画を見て問い合わせをくださったお客様には仲介手数料無料で、おー、来た、仲介手数料無料、はい、そして物おじさんも無料、来た、これもうお約束ですよ、はい、絶対お約束、はい、だからあのホーチミン不動産情報を見ました、はい、って言ってメールとか電話とかしていただいたらそれでお貸しするという、はい、いろいろな物件もヘナセスさんのホームページにいろいろ書いてありますので、ぜひ見ていただいて、そしてお問い合わせしてみてください、はい、そしてこの動画がいいなと思った方はいいねとシェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ホーチミン最新不動産情報でした。さようなら。